宝塚歌劇団の俳優養成機関宝塚音楽学校で19日第112期生の入学式が行われました。倍率12倍の狭き門をくぐり合格した40人が宝塚歌劇の舞台を目指し2年間声楽やダンスなどの稽古に臨みます。音楽学校と歌劇団の理事長を兼ねる村上浩二氏は2023年に女性俳優が休止した問題にも触れながら祝辞を述べました。受け止めていただき、現在歌劇団では様々な改革改善に取り組んでおります。古くからの伝統や慣習が重なって積み重なって非合理的であったり非効率的になっていたり、あるいは過剰な負担やあるいは過剰な気遣いが生じているといったものもあります。時代に合わせて見直してアップデートしていくと。また新入生総代の今井咲さんが緊張した面持ちで決意を表明しました。立派な舞台人になるよう限りない芸の道に精進することを今ここにお誓いいたします。第112期生としてその自覚と誇りを持ち懸命に努力してまいります。上級生が新入生の一人一人の制服に校章をつけ門出を祝いました。